thank <music> you カムはゴーの範囲語で、向こうにあるものがこちらへ動いてくる。つまり、えー、現れいる、出現なんですね。で、このように、えー、広く理解して、えー、おくと、カムの応用範囲ですね、守備範囲がわかります。例えば、they came into the house。これは具体的な、物理的な意味ですね。家に into ですから、範囲内到達。だから、 現れてきた。家に入ってきた。ということですね。そして、それと同じものが、Foolish idea バカな考えが、Came into my mind 私の心に入ってきた。つまり、浮かびましたということなんですね。これがメタフォー、比喩的な表現ということになるんですね。メタフォーというのは、物なぞりということなんですね。 例えば、見えてくるというのは、come into view.view view は景色とか見えるというような意味ですね。come to one's ears. 聞こえてくる。これいわゆる here ですね。come to one's attention. 気がつくことになる。こういうふうな、come、えー、を使ったフレーズがあー出てくるということですね。で、これは逆に言えば go ですね。えー、go out of view. これが見えなくなるということです。そして go out of existence いなくなるということですね。で、最後に注意してほしいのは認識の対象になる。つまり出現するということで I will come to your house tomorrow. Come to your house. あなたの家に行きます。go ではないんです。あなたの家に出現しますということなんですね。 カムの動詞フレーズのパターンを見ていただきましょう。これはまるでゴーのー逆ですね、はいえー。カムプラス副詞もしくは副詞句というような感じ。typhoon is coming 現れてくる。やってくる。v c 感覚、はい。カムプラス形容詞もしくは形容語ですね。My dream has come true。私の夢が叶いましたということですね。 そして、〜何々になるというような表現があります。They are going to come to blow. 殴り合いになりそうだというようなことですね。そして、come に ing 系動詞フレーズ。a dog came running toward me. 犬が私の方へ向かって走ってきた。そして、今度は come が ed 系動詞フレーズを取ることがあります。いずれにしても動的に表すことができますね。come untied. 靴の紐が 解けるだろうということですねはい「come to」プラス原型動詞フレーズ何々するために来るということですねもちろん「end」というのを使うこともできますいわゆる「to、えー」不停止の副詞的用法と言われるものですねこれは go to by the by 布を買うために行くというのとか、えー、Go and enjoy the sun、ねえー、太陽を楽しむために行くというふうな表現ですねそして Two w o r l d b o a t o u t その事故はどのようにして起こったのですかこれも詳しく説明しますけども「about」は周囲です周囲に出現したのかということですね はい、だからどのようにして起こったのですかということになります、はい、やはりここでも「c o m e here」を使った5段活用を見ていただきます「c o m e here、は」い「came here」「過去」ですね「c o m e here」「coming here」「c o m e here」 というふうになります。はい、五段活用のフレーズを使った表現の枠組みを見ていただ,いただきます。はい、一の現在形、えー、動詞フレーズは現在の事実習慣ですから。 彼女は時々ここにやってくる。毎日やってきますよというね表現。はい、やってきましたよというのが、えー、2ですね、過去形。はい、やってくるだろう。やってくるかもしれない。やってこないかもしれない。ですね。やってくるはずだ。やってくるはずはない。はい、やってくる予定だ。ね。やってきそうだ。やってきそうにはない。はい、やえー、ここに来たがっています。 そして4つ目が進行形ですね。ここにやってきつつありますということですね。す、は、で、い、にもうやってきました。というような完了形ですね、はい。やってきたかもしれません。やってきたようですよ。ここに来たようですよ。ということですね。 はい、ここから具体的なトレーニングということになります。V 感覚ですね。えー、カム、えー、単独化、あるいはカムプラス福詞というようなパターンで、えー、登場していきます。えー、ゴーがリ行くということに対してカムは向こうからこっちに、えー、やってくる、こちらにやってくる、出現するということでしたね。カモオンで。おいふざけるんじゃないよ、カムというのを使います。はい、もちろん私は参ります。 きっと〜何々しますというのが I shall でしたね。はい、c o m e o n d o n t cry. Come, no more nonsense. Of course, I shall go. はい、もちろん、えー、参上させていただきます。参らせていただきます。いずれにしても出現しますということですね。 はい、やはりここでもカムばかりですけどもファンクションフレーズによってさまざまな表現ということになります。あなたは来れますか、はい、来ることができますかいいですね。Can you ですね。私は行かなければならないのですが「uh, Need I」というのがないないする必要があるかということですね。はい、いつ来ることができますか、はい、彼は来ることができるでしょう。He will be able to ですね。 はい、何が起こってもというのは、whatever may come というふうなフレーズです。はい。Can、YOU KAN YOU KAN? e i l a k a 私は行、えー、くとか来る必要がありますかということですね。はい。When can you come? いつ来れますか ?He will be able to come.、はい、彼は来ることができるでしょう。Whatever may come. 何が起こっても、It won't change my determination. つまり、私の決心は変わらないでしょうよということですね。はい。ここでもやはり、come です。はい。私はあなたに来ていただきたい。人に何々してもらいたいというのは、I want you to 何々。はい。それを丁寧にすれば、I would like you to ですね。あなたにということであればですね。はい。彼はきっと来るよというのは、he is sure to. とポンととと宣言でできるかかどうかといういことですねそしてもし彼が来たらということでこれは条件ですねだから現在形の動詞フレーズを使います、はい、I would like you to come he's i sure to come if he comes c o m ちゃんと現在形の動詞フレーズであることですね I will tell you 仮、ね、定、えー、と間違わないでください I'm coming I'm、は、coming、い